2022年自己最多となる8勝を挙げ、一気に東京ヤクルトスワローズの左のエースとなり、25歳という若さながら WBC 日本代表にも選ばれた高橋奎二選手。今回はそんな高橋奎二選手のエピソードを50個ご紹介します。高橋選手が野球を始めたのは小学1年生の時、地元の野球チーム志野少年野球クラブに入る。小学5年生の時、 WBC2009 が開催。決勝韓国戦でダルビッシュ有投手が最後の打者を三振に仕留め、両手を挙げて吠えた名場面が印象に残っているそう。中学に進学しても引き続き志野少年野球クラブで練習していたそう。中学までは硬式ではなく軟式野球をしていた。すでに身長が高かったこともありピッチャーをやっていたよ。その後龍谷大平安高校に進学。中学でプレーする姿を見ていた原田監督は、自分で打って走ってというタイプで楽しそうに野球をする子だというのが第一印象でした。平安に入りたい意思があったと思うんですよね。だから僕が見て、その代わり覚悟してこいよと言ったのを覚えていますと振り返る。龍谷大平安高校に入学した当初は線が細く、監督からは赤ちゃんと呼ばれていたそう。走り方とかを見て、体のバランスがええ子やな、すごいセンスがあるなと感じた。体は細いし鍛えなあかんけど物になるかもしれん、そう思った。原田監督は後にこう語った。兄と妹の3人兄弟、兄の利正さんは愛知県名古屋市に本拠地を構える社会人野球チームヤバトンブースターズに所属する内野手。妹は職業は公開されていないが、インスタグラム等に写真がアップされており、美貌からモデルとの憶測が立てられている。2021年1月、元 AKB48 で初代神7でもある板野友美さんと結婚を発表。高橋選手は当時23歳、板野さんは29歳と6歳差のカップルとなる。2人の馴れ初めについて、板野さんは、私の一般のお友達とご飯に行こうってなった時に、その友達がもう彼と知り合いで、呼んでいいっていうことで最初に出会いましたと当時の出会いを告白。板野さんはもともと年上の男性が恋愛対象だったが、見た目はタイプだったそう。出会って1ヶ月後に開催予定だった板野友美さんのソロライブに高橋奎二選手が行くことをきっかけに連絡先を交換。ライブ後に高橋奎二選手からのアプローチで横浜や海辺をデートし、その居心地が良かったことで恋愛関係に発展したとのこと。板野友美さんの身長は154センチ、一方高橋奎二選手の身長は178センチ、2人の身長差は24センチ。結婚前、板野さんのツイッターに高橋奎二選手がプロ初打点を挙げた様子のツイートにいいねで反応していることが明らかに。交際1年数ヶ月のこと、レストランで食事をしているときに高橋選手が、ちょっとトイレに行ってくるわと席を外す。待つこと10分、板野さんが心配になっていたところ、ウェーターから、お客様、お連れ様がお呼びですと声をかけられる。そこにはキャンドルで照らされた40メートルの光の道が。屋上へ導かれるまま進むと、タキシードに着替えた高橋選手が108本のバラを持ちまっていたという。友のこと、絶対に幸せにします、僕と結婚してくださいとプロポーズしたという。 WBC 日本代表にも選ばれている高橋選手、マイアミでの準決勝、決勝の応援には板野さんも駆けつける。板野さんからはケケと呼ばれているそう。ちなみにヤクルトのマスコットキャラクターのつば九郎には AKB48 の誰かを紹介するよう言われているらしい。侍ジャパンの宮崎合宿に参加した高橋選手、 YouTube にはダルビッシュ選手にチェンジアップの握りを教えている動画がアップされている。一方、ダルビッシュ選手のスライダーが曲がりすぎて取り損ねる高橋選手の姿を映した動画もアップされている。高校時代は琴のライアン、左のライアンと呼ばれていたように、右足を大きく上げるダイナミックなフォーム。趣味はダーツ。中学時代にダーツをプレーできる飲食店によく行っており、昔はその飲食店の関係者がくれたマイダーツを持っていた。好きなダーツの種目はクリケット。2022年11月、自身のインスタグラムを更新。娘の誕生から約1年ぶりとなる親子ショットを投稿し、こんなに大きくなったんだね、横顔めちゃ似てると反響を集めた。ヤクルトスワローズの YouTube 公式チャンネルには、高橋選手が球場の用具置き場を整理する姿がアップされている。理由を問われた高橋選手は、運気上がるために、勝てるために、野球の神様見ていてくださいと答えた。自身のインスタグラムでゴルフでドライバーショットを放つ動画を公開。白のポロシャツに黒いハーフパンツのゴルフウェア姿で、アドレスに入りドライバーでティーショットを放った次の瞬間、大きな打球音とともに頭を抱えるような仕草を見せた高橋選手。なんとショットの瞬間にクラブのヘッドが外れるハプニングが発生。
思いがけない出来事に、と周囲から驚きの声とともに大きな笑い声が起こる様子が動画に収められている。まさかの事態に、なんで、と声を上げる高橋選手の姿もあり、投稿にはボールよりヘッドが飛んでいきました、何回見ても面白いかもです、とコメント。2022年ヤクルトスワローズのハワイでの優勝旅行にも板野さんは娘と共に同行。せっかくハワイに行くんだったら長居したいと球団の優勝旅行よりも先に前乗りし、家族での時間を過ごしたという。龍谷大平安高校に入学した当初は今のようなフォームではなく普通のフォームだったという。変化のきっかけは指の怪我でボールを投げられなかった数ヶ月にあったらしい。その間に柔軟性を自分で磨いてきたんです。体がすごく柔らかくなって、いつの間にか足が顔のあたりまで上がるようになっていました。そのあたりから体の使い方がすごく変わってきましたね、と語った高橋選手。基本的に彼の場合は非常に明るい、それと素直さ、嫌な顔をしたのは見たことないです、ここが伸びる一番の要素ですよね、と原田監督は語った。高校1年秋の京都大会ではベンチ外だったが、同期で当時の主力だった元氏選手が怪我をしたこともあり、原田監督は急遽近畿大会で高橋選手を先発に抜擢。1回戦の近江戦で8回3分の2を無失点に抑えると、その後も好投を続けて優勝に大きく貢献した。翌春の甲子園でも投手陣の一角としてフル回転、選抜初優勝の原動力となった。甲子園でも楽しいと言って投げていました、と原田監督。その後夏、春と3期連続で甲子園に出場。その後の夏の県大会も甲子園出場を期待されていたが、6月上旬に左脇腹を痛めた影響などにより本来の実力を発揮できず、4回戦で7失点を喫し敗退。2年連続の夏の甲子園出場を果たすことはできなかった。3年夏は甲子園を逃したものの、強豪校のエースとしてチームを引っ張り、2年春から3年春まで3期連続の甲子園出場だけでなく、春の選抜大会初優勝に大きく貢献した高橋選手の評価は高く、2015年のドラフト会議でヤクルトから3位指名を受け、高卒でプロ入りを果たした。入団当時は最速145キロ、フォームは現在とほぼ変わらないものであった。俳優竹野内豊にと言われ、あどけない笑顔が人気を呼び、練習後にはサインを待つ女性ファンが列を作るほどだったそう。プロ1年目、2年目の2016-17年は怪我の影響で1軍登板はなし。高津監督は当時の高橋選手について、一生懸命練習する子でしたし、礼儀もしっかりしている、性格は相変わらず甘ちゃんですけど悪い子じゃないですし、甘い神手というか母性本能をくすぐられるタイプですよね、と話す。怪我を乗り越え、2018年9月に1軍初登板、5回を投げ5失点、勝敗はつかなかったがプロの厳しさを見せつけられる。しかし10月2日 DeNA 戦で5回1失点8奪三振の好投でプロ初勝利を挙げた。筒香嘉智選手を3打席連続三振に打ち取った。2019年は先発ローテーション入り、4月3日に初先発、そこからなかなかシーズン初勝利を手にできず、6月23日の千葉ロッテ戦で6回2失点でシーズン初勝利を挙げた。結局このシーズンは最終的に防御率 5.76 ながら19試合に先発し4勝を挙げた。ただほぼ2イニングに1四球を与えるなど制球難を露呈した。5年目となる2020年は7月30日の阪神タイガース戦でシーズン初勝利を挙げる。しかしコンディション不良もあり10試合の登板、わずか1勝に終わった。2021年は開幕こそ2軍スタートであったが、ファームで安定感を見せ早々に1軍合流。6月13日のソフトバンク戦でシーズン初勝利を挙げた。その後は先発ローテーションに定着、打線の援護に見放され勝敗は4勝1敗に止まったが、14試合に登板、防御率 2.87、 WHIP 1.07 と安定した投球を披露し、後半戦からは奥川選手と先発陣を引っ張り優勝に貢献した。シーズン終盤は首位を争った阪神タイガース戦への登板に合わせ、奥川選手と共に登板間隔を空けて調整し、10月9日は5回1失点と試合を作り、10月20日は7回無失点の好投で引き分けに持ち込み、マジックを減らす立役者になる。優勝がかかった10月26日の DeNA 戦ではリリーフ待機し、5回からの2イニングを無失点に抑え、優勝決定試合の勝利投手となった。クライマックスシリーズでは第2戦の先発を任され、読売ジャイアンツ相手に6回8奪三振の快投を見せ、初登板初勝利を記録し、チームの日本シリーズ進出に貢献した。シリーズでも11月21日の第2戦目に先発し、オリックスバファローズを相手に133球を投げ、プロ初完投、初完封勝利を挙げ、優秀選手賞を受賞した。2022年シーズンは初の開幕ローテーション入り、
開幕2戦目のタイガース戦で7回無失点に抑え初勝利を挙げると、その後も順調に勝利を重ね、8月終了時点で8勝をマーク。その後コロナ感染もあり8勝で終わるが、防御率は 2.63、 わずか2敗と前年を大きく上回る成績を残す。クライマックスシリーズでは第3戦の阪神戦に登板、5回3失点と試合を作り、逆転勝利の立役者となる。日本シリーズでも第3戦に登板、6回無失点で見事2年連続の勝利投手となる。2021年、日本シリーズで初完封の快投を見せた試合、龍谷大学附属平安高校の恩師である原田秀彦監督が見に来ていたそう。試合後、高橋選手から原田監督に電話があり、毎回マウンドに向かうごとに監督さんの顔を見て気合を入れていました。監督さんに来ていただいて本当に良かったですと口にしたそう。原田監督は、泣かせるなこいつと思ったと話しています。高橋選手にとっての課題は、次の登板に向けてのリカバリーがちょっと時間がかかる上に、登板後のトレーニングでも高い負荷をかけてしまうところがあったことらしい。それを感じていた高津慎吾監督は、高橋を育成するにあたっては細心の注意を払い、中9日からスタートしてだんだんと登板間隔を短くしていくプランを立てていたらしい。それが2021年シーズン見事にはまった。2022年、監督推薦で初のオールスターゲームに出場、1回を無失点に抑えた。2023年1月、夫婦で日本テレビ行列のできる法律相談所に出演、2人でテレビ共演は初めてであり、デートの模様などが放送された。2021年の契約更改では750万増の2200万円、増額したことを受け買いたいものを聞かれるが、買いたいものは特にないので子供のために貯金しますと堅実なところを見せた。2022年は2800万円増の5000万円で契約更改、球団から右の小川、左の高橋と言われるようにと、そこを目指したいと語った。高橋選手は投球動作に入る際グラブを隠すこのセットポジションを採用している。高橋投手は2023年の春季キャンプ中の選手インタビューで、解説者の高木豊さんにこのユニフォームを引っ張ってダブつかせている理由について質問されていましたが、その際に笑いながらシークレットですと答えていたが、高木さんの癖を隠すような感じとの問いかけには、そんな感じですと答えていた。2023年の目標は2桁勝利、規定回数登板に奪三振を獲得。というわけで今回はヤクルトスワローズの若き左腕エース高橋奎二選手のエピソードを50個ご紹介しました。今年は怪我なく1年を走り抜け、タイトル獲得に期待です。このチャンネルではプロ野球の時事ネタや選手について紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。